最近ね、ちょっと僕もハマってるね。いじり方から見てベテランオーナー様来られるかなと思ったらすごいわ。しっかり高級なハイブリッドカー初めて乗ったんでウキウキですよね。はい、こんにちは、車小僧です。今日はね、ちょっと年式新しいんですけど、めちゃくちゃ僕に刺さる車見つけちゃいました。こちらになります。ドーン。最近ね、ちょっと僕もハマってるね、クラウンのこれマジェスタになりますかね。めちゃくちゃ仕上がってます。オーナーさんお越しいただきましたので、いろいろ聞いていきたいと思います。さあ、こんにちは。あれ、いじり方から見てベテランオーナー様来られるかなと思ったら、いや、またオーナーさん爽やかでイケメンのお若いまだ10代なんで。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。ちょうどさんの差し支えなければニックネームでも構いません。りょうがです。あ、りょうがさん、はい、よろしくお願いします。こちら車種から教えてもらっていいですか。210系のマジェスタです。マジェですよね。年式って、平成26か7年式ですね、うん、いやこれもう乗ってどれぐらいですか。まだ1年ちょいですか。1年ちょい、はい、すごいなぁ。で、今ちょこっとね、お話しますけど、まだ10代。そうですね、19歳。うわ、19でこれだ。まあ、カスタム内容これが映しますけど、19でもう完璧にもう仕上がっちゃってる感じですよね。いやまだまだですね。やることある。本当ね、僕はもう19って言ったら、本当にサス抜いて走るぐらいしかお金がなかった。ねえ。いやこれはすごい。でもオーナーさんもね、頑張ってね、もう仕事しまくってる証拠の証ですよね。でも貯金はやっぱないっすね、はい、まあでも楽しくしょうがないもんね、今ね。そうですね、楽しいっすね。ありがとうございます。ちょっとね、手数多いので車見ながらいろいろ聞いていきたいんですけど、フロント周りで行くとこう変えてる部分って、フロントのエンブレムを金にしてる、ゴールドですね、はい、これが少しずつ定番化というか多くなってきましたよね。あ、そうですね。ね、これプリクラッシュのですよね。これ、はい、なんか中分解して塗る感じなんですか。そのまま、はい、あ、これ上から塗ってるんですか。そうそうそう。あ、そうなんですか、これ。おお。これなんか上のプラスチック外すとかじゃなくて。じゃなくてですね。あ、そうなんですか。マスキングしてやる。すげえ、わからない。え、これ自分でやるんですか。いや、まあお父さんにやってもらいました、ね。お父様ですね。はい、まあお父さんもお越しになられてますけど、なんとお父さんもうちのチャンネルでサンマルセルシュをめちゃくちゃ渋いの見てくださいお願いします、ね、で、なんと息子さんもね、ちゃんとピップの知恵を引き継がれてるというね、お父さんの車を抜いちゃってるっていうね。いや、本当です。すごいですね。あとエンブレム以外でいうところ、まあ、ちょっとね、懐かしい感じのナンバーカバーと、あとあれ、ちょっとリップというか純正リップが入ってるんですか、これ。そうですね、モデリストついてますね。やっぱモデリストさんのやつなんですね、はい、まあこれで十分ですよね、フロントはね。いや、まあそうですね。グリルとかは特に加工なく、なんもないです。なんもないね、はい、定番のコーナーポール出しっぱなし状態と、はい、これやっぱりマジェスタあえて行かれた理由ってあるんですか。まあ様々なリップが、やっぱ、うん、同い年でみんなやっぱ21のアスリートとか、うん、乗ってて、はい、でロイヤル乗るんだったらやっぱマジェスタがいいなみたいな。誰もかぶってない。確かにね。で、親にもマジェスタいいんじゃないかみたいな、はい、言われていいなと思って、そういうことですね、はい、買いました。まあ結構この210系も見ててもマジェスタだけがなぜか値段が全然下がんない。そうです ね、高いですね。全然まだ200万超えてる。はい、余裕で超えてます。そうですよね、はい、やっぱりこう差別化というか被りたくなかった。そうですね、被りたくなかったです ね、本当は。あと結構お父さんの推しが強かったと。まあそれはありますでもお父様あれですね、当時ビップを進めなかったんですね。いやそうですね、やっぱ、ね、20セルシーを行ってね新しいのがね。あ、そっか、これだともうハイブリッドになるんですか。そうですね、ハイブリッドです。あ、じゃあ燃費もどんなもんですか。燃費って12とかですかね。あ、でもそれぐらい、はい、廃屋。廃屋です。廃屋か。エンジン 2.5 とか。いや、3.5 です。あ、 3.5 あるんですか、はい、のハイブリッド。そうです。あ、パワーありますね。ならね、これ乗ってて楽しそうですね。いや、本当です、ね、進みますね、ね、はい、いや、かっこいいな。これで19歳のオーナーさん素晴らしいですわ。じゃあちょっとサイド見させてもらって、フロント大丈夫ですかね、はい、この辺のメッキとかはこれ純正ですか。純正です。あ、これ純正なんですか、はい、もうかっこよすぎますね。いや、ありがとうございます。あ、すごいわ。じゃあちょっとサイドをそのまま見させてもらいます。これがまたね、すごいわ。しっかり高級な BBS が。これも1本目のホイールですか、車買って。これが1本目ですね。車買う前から履くのは RS だろう。はい、決まってましたね。決まってました、はい、似合うよね。似合いますね。似合う、本当に似合う。これ何インチになるんですか。20インチですね。20、はい、またでかいの入れましたね。やっぱ19じゃないなみたいな、うん、自分の中で思ってて、はい、21系は20インチがいいなとは自分で思ってて。そういうことですよね。私、まあ、履いてみた結果ね、まあ、いい感じ、うん、はい、フェンダーアーチの大きさから見ても全然まだね。はい、そうです、うん、21インチチューナーサイズ履いてもいけそうな感じですよあ、そうですね、こ
この BBS はあれですか、こう一般的ななんかリバレルとか。いや、してないです。してないです、はい、特注サイズみたいな感じですか。リアは特注サイズなんですけど、フロントはあれですね、公式っていうか、もうカタログに出てるサイズって感じですか、はい、そうですね。まあ、今日の会場でも BBS いっぱい履いてる方いるけど、やっぱりこれは似合うよね。そうですね。ただやっぱり今度はいろいろね、このセッティングだとかによってまた表情が変わってくるからね。そうですね、同じボイルでも、はい、でこのフェンダーアーチモール、これってマジスタよ。いや、サンマルセレッションのあれですね。なるほどね。これは親の提案でこれつけてみたらどうだみたいな。なるほど。マジ純正ではセッティングなかったわけですね。そうですね。そうですね。いや、僕もこれ大好きです、うん、これあるのとないのやっぱ違いますね。違う、はい、でさすがお父様のアドバイスだね。やっぱちゃんとちょっと高いですけど純正品、はい、ちょっと高かったですね。そう、スタートとエンドがついてる、はい、これまあホームセンターとかで売ってる両面テープのボールでも、はい、ちゃんと綺麗に貼ればそれっぽくは見えるけど、やっぱりよく見るとね、純正がいいかなみたいな。そう、はい、これフェンダーはもう加工なく。ないっす。もう爪もないっすもんね、これ。そうっすね。でサイド、これサイドもモデリスタ。そうです ね、モデリスタっすね。でリアね、またこれが綺麗に被してますね。ありがとうございます、ね、これはやっぱ足はエアサス。はい、エアサスにしました。これもなんかあれですか、どっかのメーカーさんのエアサスとか。オリジナル。そうですね、KR っていうところの、はい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 、はい、エアサスです。お父様と同じ。あ、一緒ですね。そういうことですね。そう、仲間みんな同じところのつけてますね、はい、うわ、はい、もう仕上がっちゃいましたね、1年で。いや、まあそうですね。ねえ、いい感じに、ね、とりあえず、はい。これリアもね、アーチ入れて。そうですね、うん、これ結構綺麗に簡単につくもんなんですか。そうですね、うん、両面テープなんで、はい、はい、この辺のエアロの塗り分けと、これ純正からもともと内側黒くなってんでしたっけ。いや、これは塗りましたね。そうですよね、はい、これはちゃんとしてるな。影の部分は黒くと。そうですね、うん、やったんですけど。いや、これね、ハイレベルな人がやる技ですからね。こだわる人はね。普段これ純正やつも同色になってますもんね。そうですね、同じ色ですね。影のところは黒く塗るってね、はい、うん、下手するとホイールの内側をね、黒く塗る方とかもね、 いますね、いらっしゃいますもんね、はいはい、すごいな、やっぱお父様、VIP乗りのお父様のアドバイスとね、息子さんのこの新しいいろんな情報を含めてね、はい、助かりますね。ね、意見聞けるいいよね、はい、お父さんに意見聞けるってね、はい、ほんとすごい。でかいです。だいぶでかい、はい。うおー、リアもね、いい感じだね。これルーフスポイラーにリアスポイラーか。そうです。これ全部両方とも車外になるんですか。車外ですね、はい。どっかのメーカーもの。いや、無名ですね。でこの210系でこういうスポイラーついてるのを久々に見たな。あんまいないですね。いないですよね、はい。そしてリアも、これもモデリスタ。モデリスタです。これ社外だよ、昔で言うと。もうこのハーフは決まってますよね、はい、でやっぱハイブリッドだからもうマフラーの出口もないんだね。そうですね、でもこういうね、リフレクターというか反射になるのかな。本当は音が欲しいですけど、やっぱ欲しいですか。はい、ハイブリッドなんで、うん、そこは少しずつ僕も取材させていただいている中で、トヨタのハイブリッドでも、はい、やっぱり満足しないっつって入れられてる方もやっぱいらっしゃいますけどね、はい、ただやっぱり鳴るタイミングがね、いきなり鳴るんで、そう、はい、変なところでボーンって鳴るからね、それがちょっと嫌なんで。そうですよね、はい、ただご自宅帰るとね、お父様何台か持ってる車全部マフラーオンする感じですよね。いや、まあそうですね、特にセルシオの V8 から、はい、あとアルファードベルファイア、ベルファイアの 3.5 ありますね。もうもちろんマフラー入ってますもんね。あ、そうですね、うん、そこはあれですよね。ノーマルでも音はしますよね。逆にお父様は久々にハイブリッドでこのフォルムでめちゃくちゃ静かなのは新鮮で楽しいでしょ、ね、はい、いや本当ですよ ね、ハイブリッドか初めて乗ったんでウキウキですよね。そうですよね、はい、あ、やっぱたまに乗ります。あ、たまに乗りますね、はいはい、いや、 やっぱりね、こう VIP カー乗る人はガソリン代なんて気にすんなとかいろいろありますけど、燃費に越したことはないですよね。いや、本当です ね、はい、ですね、燃費の方がいいですよ、はい、うん、で我々の VIP の時代は廃浴100円とかですもんね。本当ですよね、うん、今だいぶ上がりましたよね。倍に近いですから、はい、いやー、すごいわ、かっこいい。ちょっと内装も見させてもらっていいですか。これグレードだと一番上になるんでしたっけ。そうです。あ、一番上って何パッケージってない？ F? 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 そうですね、 F バージョンみたいな感じですかね、はい、失礼します。いいね、ね、マジェだと、ね、ウッドコンビのハンドルが唯一入るって、ね、このパネル類も VIP だよな。ちゃんとね、このタイプのエアスペンサーが使われててね。でもそれ中身違うんですよね。あら、何入れてるんですか。ここあのエアスペンサーなんですけど、グッチーに使ってます。お、はい、これね、ちょっとね、こう濃い匂いするのね。いい感じ、いい感じ。黒革のパンチングメッシュでね、すげえ。これはもう5人乗りになるんですか。まあそうなんですけど、うん、ああ、そういうことですね、はい、うわー、やっぱね、最上級グレードになるともうボタンだらけ、
マッサージとかもついてるんですか？いや、マッサージはついてない。マッサージはついてない、はい、この時代になるとなんかね、最上級になってもマッサージはつかないらしいですよね。そうですね、あまり使う人がいなかったのかな。そうなんだ、ね、いいな、中も広いし。ただまあオーナーさんおっしゃった通りね、こんな高級車で後ろ乗る車だけど、人乗せることはほぼない。そうなんですよ、ね、あんま人乗せないんで。いや、ありがとうございます。はい、なんか見つけた、はい、どれ。お、エアスペンサーちゃんと ここに住んでますね。丸型がね、ちゃんと挟んでます、ね、はい、ちゃんとね、はい、挟み込みの術でね、4箇所挟まってるね。そう、やっぱエアスペンサー使う人はね、どん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 増えてっちゃうんだよね。あ、そうなんですよ、捨てないんだよね。捨てないですね、前のやつをね。嗅ぐとちょっと残ってるからね、はい、それがいい匂いなんで置いてみちゃう。そうなんだよね。いやいや、ありがとうございます。見させていただきます、はい、ね、これイージークローサーがついてるのやっぱ、はい、ね、ね、すごいね、素晴らしい。いや、オーナーさん、これね、1年でここまで仕上がってる感じですけれども、はい、さっきもね、まだまだやることありますっていうお言葉いただきまして、ね、来年に向けて言える範囲でちょっとこの辺とかあれば、まあ、ブレーキと、ブレーキは入れて、バスレスターブレーキになってくるのか。そうですね、大物ですね。そうですね、で、エンブレムもフロントラッキーになってるんで、うん、あ、そっかそっか、はい、そうするとまあこういうところもいじったりして、ね、そうですね、ね、周りもちょっと気に入れてみたいなとは思うんですけど。うん、あ、そっかそっか、そういう小物をやるのも十分楽しいですよね。そうです、僕はそっち派ですわ、うん、で、最終的になんか色変えたいなみたいな。あ、ボディですか。はい、もともと黒が良かったんですよ。あ、そうなんですね。黒がなくて、でたまたまなんか色は違うけどいい個体があって、うん、なんかそれこれになったみたいな感じなんですよね。そういうことなんですね、はい、黒系か茶系行きたいなみたいな。あ、茶も今流行ってますよね。そうですね、誰もいないんで、うん、マジェスタは、うん、ね、まあ、僕はこの純白すごい綺麗で、もうしばらく。そうですね、白もなんか最近良さに気づいて、うん、いい感じだな。いや、いいですよ、気づいちゃったんで、はい、いやー、スピーディーだね。でも買ってね、じっくりやるんじゃなくて一気にやっちゃう派だね、性格がね。いや、まあ一気にやりたいんで、ね、はい、素晴らしいです。まだまだこの進化がねありそうなので、また大きな仕様変更あった時にはね、はい、車小僧チャンネルで保存させていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。引き続き、はい、車小僧チャンネルよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。大人ですわ。200系になるんですかね。このサイドのね、ホイールのチョイス出口ですね。そうです、 MG の T63 のテールです。うわぁ、贅沢。よろしくお願いします。